メイクのケイです。深夜です。ユッキー。今日の動画は ZOZO で買える 2023SS 新作スウェット大紹介。スウェットなんて何枚やってもいいと思いませんか。まあ現に俺結構スウェット保持者ですからね。記録みたいな。まあユッキーは系統的にね、それはまあ持ってますよね、うん、でも俺綺麗め好きだけど、その綺麗めの外しとしてスウェットとか俺も好き、ね、どっちの系統にも使えるということで、うん、まあ便利なアイテムですよね。今日もたくさんスウェット紹介していきますので、ぜひ最後までご覧ください。それでは早速行ってみましょう。こちらでーす。今2ブランドのアイテムを着用しています。まずユッキーのアイテムですね。ベルーシュのアイテムです。グーズラグラン裏起毛スウェット、お値段6995円。サイズ展開が ML で L サイズを着用しています。カラー展開がネイビー、グレー、ベージュでネイビーを着用しています。首周りが広い作りのスウェットになっているので、シャツとか挟みやすいのかなと思います、うん、ポイントはバイカラーのデザインですよね。で、袖の色と胸元のワンポイントの刺繍が同じ色になってるという感じです。いろんな色が使われてるっていうよりかはバイカラーだけどシンプルにまとめられてる感じなので、まあ、すごい使いやすいんじゃないかなと思います。で、今僕が L サイズを着用していて、着丈が77センチなんですけども、まあ、僕たちの身長だったらドカジュアルな人でも M サイズでいいんじゃないかなと思います。 L サイズですね。 L サイズにするとより首元も広さが強調されるので、まあ、M サイズぐらいでちょっと広めでシャツ挟むとかぐらいで全然大丈夫だと思います。続いて僕が着てるのがミュエータのアイテムです。 V ネックスウェット、お値段5940円。サイズ展開が M と XL で XL を着用しています。カラー展開がベージュ、ブラックでベージュを着用しています。ミュエータのね、独特のサイズのパターンね。ミュエータね、ユニセックスで着れるブランドっすもんね。だから M がまあ大体レディース、 XL がメンズで、グリーンのラインが入っててロゴもグリーンになってるって感じね。 V ネックのスウェットってちょっと珍しいよね。確かに。これもやっぱ中にシャツとか合わせた方がかっこいいかなと思います。 V ネックはさ、ニットとかのイメージあるけど、ニットよりも気軽に着れるよね。 V ネックニットとかだったら秋とかのイメージが強いと思うけども、スウェットな分そんなに暑くもならないと思うので、その辺が春らしいなと思います。はい、僕が今 XL サイズを着用していて、着丈が 68.5。 まあ M だと多分ちっちゃいしレディース用かなって感じがするんで、まあ、男の子だったら全然 XL を着用していただいて構わないと思います。続いてシンヤちゃんが着てるのもミュエタのアイテムです。ベアプリントスウェット、お値段5940円。サイズ展開が MXL で XL サイズを着用しています。カラー展開がベージュとネイビーでベージュを着用しています。このスウェットシンヤちゃんみたいなプリントだなと思ってもシンヤちゃんにすぐ来てもらいました。どっちだっけと思って、うん、どっちが深夜だっけ。おい深夜ちゃゆるいシルエットたまらないね。ゆるいシルエットにゆるいプリントって感じだね。そう、着てったら絶対みんなからあ可愛いって言われる、注目されるスウェットっすよ。後輩男子とかがさ、女の先輩がすごいいるところにそういうこのスウェット可愛いじゃん、え貸してよ貸してよって言っていっぱい触られて、多分疲れてこうなるんだね。あ、そういうこと、うん、Go at your own pace、 自分のペースで行きなよみたいな。早く走ってほしい。今 XL サイズを着てて、着丈が 71.5cm。 まあこれもミュエーターなんで M サイズと XL サイズしかないので、メンズは XL サイズで大丈夫だと思います。じゃあ歩くしちゃえよ。それでは次のアイテムいきましょう。せーの、じゃーん、こちらでーす。続いてはアドンプレーンのアイテムです。ダンボールハーフジップ、お値段4590円。サイズ展開が ML で L サイズを着用しています。カラー展開がブラックとブルー。結構ハーフジップで、なんかこの素材感は珍しいんじゃない。スウェットというジャンルで、まあ、紹介してるんだけど、もうトラックジャケットみたいな感じですよね。確かに、ね、ハーフジップのトラックジャケットみたいな。結構首元広いんですよ、まあ、スタンドカラー今年も多分入ると思うから、うん、スウェットで一着持っててもいいアイテムだよね、まあ、広い分ちょっと俺はね、襟足をどうしよう、出そうか中に入れようかみたいなところで、まあ、ちょっと迷うけど、まあ、普通に多分ほとんどの人はもう刈り上がってると思うんで、うん、まあ、その辺気にならないと思うんですけど、広い方が多分小顔効果になるんですよね。確かに素材感も相まってスポーツミックスのコーデとか組むときにすごく使えるアイテムだと思います。今回僕たちが着てるのは L サイズで、着丈が後ろが78センチで前が74センチ。前と後ろで着丈が変わってくるんですよね。前がちょっと短くなってるのって嬉しいよね。スタイルはよく見えるからね、うん、その方がそれでいてこう後ろは長く作られてるから雰囲気が出る。俺らの身長だったら全然 M サイズでいいんじゃないかな、うん、そうだね。それでは次のアイテムいきましょう。せーの、じゃーん、こちらでーす。
です。続いてはレイジブルーのアイテムです。シグナルスポーツ、裏毛スウェットワンポイントシュークルー。お値段6930円。サイズ展開が ML で L サイズを着用しています。カラー展開がグレー、ホワイト、グリーン。来ましたよ。シグナルスポーツ。親善大使なんで。どうですか、生地感。もちろんいいですよ。ですよね。ザ・スウェットって感じ。こちらこの袖の溜まり方。てって溜まり方するじゃん。これなんですよね。シグスポは生地です。そう、生地。シグスポ褒めるときの光栄ですよね。はい。1万円以上するいいスウェットの生地感だよね。いやマジでね、しっかりしてるから春に買っても、まあ、結構長く着れると思うんですよ。うん、まあ、そこがシグスポの良さだなと思いますね。今回さ、結構ワンポイントで割と控えめな大きさだよね。単体使いでもいいと思うし、春とか肌寒い時とかジャケット着てもいい感じに映える。今3人とも L サイズを着てて、着丈が75センチありますけど、まあ多分僕たちの身長だったら M サイズで全然大丈夫です。でも僕は毎回 L サイズを着てます。ゆったり着たい人とかは L サイズでも大丈夫。うん、それでは次のアイテムいきましょう。せーの、じゃーん、こちらです。続いてもレイジブルーのアイテムです。シグナルスポーツ、裏毛スウェットディズニープリントクルー。お値段7920円。サイズ展開がワンサイズ、カラー展開がオフホワイト、グレー、ブルー。シグナルスポーツ親善大使としてはディズニーとのスウェットを作らせてもらえてることがもう嬉しくて涙しそうでしたね。どこの立場で畳んであってさ、胸元のディズニーだけでもまあ実際すごいんだけど、パッて後ろ見たらさ、しっかり俺としあちゃんプリント入っててさ、しかもプリント違うんよ。ドナルドとグーフィーですね。めっちゃ可愛いよね。めっちゃ可愛い。前にドカンとあるのも可愛いけど、後ろにでっかくある方がさ、なんかこうさりげない感あるよね。しあちゃんのプリントめっちゃ好きなんよ。可愛い。可愛いよね。ブルーにグーフィーってのがいい。グーフィーってなんかグレーとかに合わせられてるイメージ多いから。この動画でさ、広告入んなかったら、まあミッキーのせいだと思う。時間とかはね。言わずもがな。良さは生地ですから。そこにただディズニーのプリントがついてきて最高みたいな掛け算ですよ。いいものの掛け算ですから、うん、ディズニーとかみんなで行く時にこのスウェット買えばディズニーに行った時の思い出にもなるし、あと普段使いもできる。お得感はあると思う。しかもディズニーで売ってるやつで生地感すっげえ、いや間違いない。そう、3人ともワンサイズ着てまして、着丈が74センチ。これはね、悩む手段もないという。欲しかったら買え。でもさ、絶対ディズニーで買うやつよりお得だってこれ。うん、実際ディズニーで買うってなったらスウェットとかもいい値段するよね。するする、全然する。で、生地がいいんだったら俺だったらこっち着ていきたいかな。うん、それでは次のアイテムいきましょう。せーの、じゃーん、こちらでーす。続いてもレイジブルーのアイテムです。ライディングマニアワンポイントシューハーフジップクルー。お値段7920円。サイズ展開が ML で、ブラックが M サイズで、ブルーが L サイズを着用しています。カラー展開がブルー、ブラック。ライディングマニア、ライディングマニア、なんかシグナルスポーツ的な感じ。そんな感じ。アメリカの方で生まれたブランドで、今も生産終了しちゃったんだけど、日本でそのブランドイメージを再構築して再び販売したっていう感じのブランドですね。なるほどね。今後注目のラインになってくるかもしれないですよね。間違いないね。はい、BMX マウンテンバイク乗りの人たちが作ったブランドらしいんで、テイストがちょっとスポーティーな感じですよね。うん、スポーティーだね。胸元の切り替えとかは分かりやすいんですけど、まあ、袖にもしっかり切り替えがあって、下は伸縮性のある生地感で、上の方はこのナイロン素材みたいな感じの作りになってるのが結構珍しいなと思いました。うん、しっかり作り込まれてるね。うん、そういうところがスポーツミックスのコーデとかに取り入れやすいアイテムだと思います。僕が今 M サイズを着てて着丈が74センチ、ユッキーが L サイズを着てて着丈が75センチあります。着丈以外も言うてあんまり差ないんだよね、数値上は。うん、そうなんだね。うん、で、作り自体がリブがある感じではあるんですけど、フローコートとかあるわけではないので、うん、そのままストンって落ちる裾の作りになってるから、僕たちの身長だったら M サイズをおすすめします。それでは次のアイテムいきましょう。せーの、じゃーん、こちらです。続いてもレイジブルーのアイテムです。裏毛スウェットフラワープリントクルー。お値段6600円。サイズ展開が ML で L サイズを着用しています。カラー展開がホワイト、ブラック。やっぱフラワープリントってトレンドなんですか。まだ流行ってますね。まだ、うん、お店でも結構売れてるの。売れてますね。純レッドのものですけど、僕の話だとレイジブルーのフラワープリントちょっと立体感のあるプリントになってますよね。浮き出てますね。それもちょっと凹凸感のあるプリントなんで、平面のプリントよりもちょっと表情のある作りになってます。俺、前面にドーンってあるやつよりもこう後ろに大きくあるやつの方が本当に使いやすいなって思ってるんで、フラワープリント欲しいけどためらってんなって人とかはそういうスウェットの方がいいと思います。
今僕たちが着てるのは L サイズで着丈が74センチ。74の割には、うん、俺はねそんなに74センチを感じない。しんやちゃんでも着られてる感じはない、ね、うん。俺は割と見てる感じだとしんやちゃんでもちょうどいいぐらいのサイズ感かなって思った。 M でも L でも大丈夫な感じするよね、うん、きれいめな人だったら M サイズで、カジュアルに着たいなっていう人は多分 L サイズの方がいいと思います。それでは次のアイテムいきましょう。せーの、じゃーん、こちらです。続いてはモノマートレディースのアイテムです。ナンバリングワンポイント刺繍ハーフジップスウェット、お値段4950円。サイズ展開がフリー、カラー展開が木グレー、アイボリー、カーキネイビー、オレンジで木グレー、カーキネイビーを着用しています。この95という数字に一体何が込められてるのかはちょっとわからないですけど、しかもハーフジップでさ、こういうジップなの珍しくない？革ジップっぽい、革だけに。ケンネル結構珍しくない？枝豆色、ずんだ色、ずんだ色、うん、カーキっていうには色ちょっと薄いよね、うん、春っぽいよね、うん、色味的には。この色味ちょっとレディースっぽいなと思うな。確かにね、3人ともフリーサイズを着てて着丈が69センチです。レディースに合わせた丈感って感じですよね。メンズでも着れるっていう感じだもんね、うん、今までモノマートレディースのアイテム紹介してきたけど、メンズでも結構でかいよねっていうサイズのものが多い中、今回着丈は割と控えめだね、うん、メンズでも全然着れるんですけど、着丈の長さが欲しい人とかだったらちょっと着れないとは思うんですけど、うん、足を長く見せたいとかショート丈のアイテムが欲しいとかね、そういう人とかにはすごい向いてるアイテムだと思います。腕はしっかり太いからね、うん、作り的にはすごくゆったり作られてるから、うんうん、着丈の好みで選んであげてください。それでは次のアイテムいきましょう。せーの、じゃーん、こちらでーす。続いては純レッドのアイテムです。スリーブフラワーモチーフスウェット、お値段7700円。サイズ展開が SML で L サイズを着用しています。カラー展開がブルーとホワイト、袖にフラワーの刺繍が入った独特なデザインのスウェットですね。ちょっとチャイナっぽい刺繍だね、うん、確かにフラワー柄のトレンドは結構さ続いてきてるけど、それとはちょっと差別化されたようなフラワー柄で、袖が派手な分前と後ろは無地って感じですね。着ててさ、すごい春に着やすそうな生地感だなって思った。柔らかくて軽い、なんか袖だけデザインあるのを生かしてさ、ジレとかベストとかそこら辺と合わせると可愛いよね。僕ら今2人とも L サイズを着てて、着丈が74センチ。裾が結構絞られてる感じになってるから、まあ74つってもまあそこまで気にならないのかなと思います。袖に刺繍もあるんで1枚で勝負できるスウェットだと思うんで、まあ、ちょっと大きめに着ても全然いいのかなと思います。それでは次のアイテムいきましょう。せーの、じゃーん、こちらでーす。はい、ラストはディスコート、サイドラインワンポイント刺繍ロゴハーフジップスウェット、お値段6600円。サイズ展開がフリー、カラー展開がチャコールグレー、オフホワイト、ナイトベージュ。ハーフジップのスウェットですよね。サイドにはラインがありますから、スポーツミックスのスタイルとかにはすごい落とし込みやすいんじゃないかなと思います。しかもドローコード付き、シルエットの調節ができる、カラー全部使いやすそうな気するんだよね、うんうん、裏毛です。裏毛です、そうだよね、まあ春物なんだよね今3人ともフリーサイズで着丈が72センチ。ドローコードあるからね、着丈フリーみたいなもんですよいいこと言う、謎の理論ドローコードあれば着丈フリー、着丈フリー全然170センチ前後の人が買っても安心感はあるよね、うん、袖とかは割と長めではあるんですけど、リブは強めなんで燃え袖みたいになることもないんで大丈夫です。はい、というわけで今日は ZOZO で買える2023SS 新作スウェット紹介でした。いかがだったでしょう。例によっておのおのお気に入りのスウェットを着用しています。まずユキから、ベージュブルーのシグナルスポーツとディズニーのコラボのスウェットを選びました。本当感慨深いんでね、まあこれを選ぶのは必然であり当然自然の流れだと思うんですけど、まあ冗談をさておいてですねディズニーとかこれで行きたいなって思ったんですよ。ディズニーとか普段行きたいってあんま思わないんですけど、このスウェット見て、あ、これ着てディズニーに行きたいなって思えるようなアイテムだったので、自分の中で相当テンションが上がったからそう思ったんだろうなと思ったんで、このスウェットにしました。本当グーフィーとブルーの色味がすごいお気に入りですね。僕が選んだのはモノマートレディースのハーフジップスウェットです。これ色が好きだなと、ずんだ色、枝豆色、レディース感のある色がちょっと珍しいなって思ったのと、丈短めで足長く見せるのが好きなので、そういう意味でもこのアイテムいいなって思って選びました。僕もケイと同じでモノマートレディースのアイテムを選びました。サイズ感は綺麗めのコーデ組みやすいなと思ったんですよね。さっきも言った通り丈感はすごく控えめになってるんだけど、シルエットはゆったりしてるんで、ハーフジップっていう
トレンドに沿った万能なアイテムだなと思いました。今日紹介したアイテム概要欄にリンク貼ってありますので、ぜひチェックしてみてください。というわけでこのチャンネルではトレンドやおすすめのアイテムなどを紹介していきますので、チャンネル登録高評価よろしくお願いします。僕たちの SNS 概要欄にリンク貼ってありますので、ぜひフォローしてください。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。ガチャスウェットでいってらっしゃい。